子 400m 自由形決勝第4レーン江原凱人。男子の 400m 自由形の決勝がスタートしてきました。4点江原凱人と3点荒井翔は昨年のカザン世界選手権に出場しています。予選トップは4点江原凱人でした。3分50秒15というタイム。さあ前半から抑えながら一度派遣記録が切れると話している4点江原凱人、派遣標準記録は3分46秒53、このタイムで勝っています。5レーンは左がクリアはこの選手が優勝決定です。6レーンは宮本雄介、そして7レーンは左がやつ、そして8レーンは115人は長距離強い選手、パンダは10人です。まず7レーンはどうでしょうか。4レーン三原舞人が53秒79で決勝です。5レーンの左がクリアは現在2番です。3レーンの甘いの翼が3点台、江原凱人が体1つ分のリードを取りました。4キロからは真下に送りますが、積極的なレースの江原凱人